ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がアストンマーティン DBX 2022年式5200キロこちらの車両になります。やってきました DBX、 ようやく紹介ができますね、はい、最近フェラーリのプロサングエになんか話題を持ってかれてる感若干ありますけれども、はいはい、この造形のまんま SUV になった DBX 忘れてませんかって感じですよ、はい。そしてコメントでもぜひやってくださいっていうふうにあのリクエストもいただきましたので、よかったです。今回ご紹介させていただくんですけれども、はい、あの予習しましたらオプションがまあ多い。そうですね、まあはい、イギリス車全般そうですよね。そうです。しかもアストンの場合はどうやらオーナーさんにしかそのオプションの価格表とか渡されてないので、ネットとかで調べても価格出てこないんですよ。で結構細かく調べるのが難しいブランドです。なんでできる限り調べた限りお伝えしますし、はいはい、まあ、あとは多分動画で漏れもあると思いますので、まあ、気になる点ありましたらお問い合わせいただければ、はい、あの現状をお伝えすることができると思いますので、できる限りお伝えしたいと思います。でまず、はい、これボディカラーいいですか。はい、ボディカラーが60色ぐらいあるんですよ。そうです、はい。まあ、あのクラスごとのというかカテゴリーごとにブルー系みたいな、シルバー系みたいな、そんな感じでバーって分かれてて、もうとにかくいっぱいあるんですけど、まあどれもすごいこう凝ったというか、うん、そうですね、はい。でこの基本的に鏡面ですよね、はい、塗装面がとにかくイギリス車綺麗なんで、はい、まあ、この細かいメタリックのこちらの、はい、若干紺色っぽいというか、うん、あのそうですね、黒のメタリックっていうか他の色も入ってる感じですよね、はい、青っぽく見えたりちょっと赤っぽく見えたりだとか、はい。そしてこの造形のまんま SUV になってるっていうのはすごくないですか。そうです。なんでもうパッと見で確かに SUV なんですけど、まあ一目でアストンって分かるやっぱりモデルですよね。このクラムシェルのボンネットもそうですし、はい、まあ、あとはこの伝統でずっと続いているこの DB グリル、はい、これ調べたらなんか DB2 からもうずっとこの形のグリルを受け継いでるみたいな、はい、でこのグリルもなんか2種類あるってことで、はい、こちら横が黒いタイプとシルバーのタイプ、はい、2種類あるってことで、今回の車の場合この黒いタイプ、はい、黒にするとこの縦線も非常に目立って、そうですね、こういうのが全然違ってくるかなと、はい、これボディ同色じゃないんですよね。これはグロスブラックですね。グロスブラックのプラスチックのやつですよね、はい、このグリルになると。あとエクステリアの表情を変えるものとしてはこの黒いエンブレムも、はい、ついになんかイギリス車もオプションでエンブレムまで触ってくるようになった。だんだんうちでやることが少なくなってきちゃいますね。黒くなってます、はい、これでも内側はマットでこう外側がグロスっていう手の込んだ塗り分けのエンブレムで、あと下回りもオプションで黒くしたり、はいはいそうですね、ボディ同色にしたり、はい、カーボンにしたり、はい、いろいろあるみたいなんですけど、今回の車は黒ということで、はい、これボディカラー黒なんでかなり分かりづらいですけど、近くで見るとこう反射がだいぶ違うので、はい、こうお分かりいただけるんじゃないかなと思います、はい、今回はグロスブラックですね、はいはい、黒いタイプグロスブラックのこの下回りになってます。これサイドも後ろもですよね。そうです、はいはい、そしてあとは前回りでいくとこのデイライトがこのブレーキのダクトなんですね。そうなんですよ、はい、これめっちゃいいなと思ったんですよ。周りを縁取るような感じで、はい、なんか機能パーツが光るとなんかこうグッとくるというかそうですね、なんかもうライトの中のこう適当なところが光ってるよりかはなんかこう機能パーツ、うん、まあ、ブラバさんのロケットなんかもグリルの脇のこうダクトが光ったりするじゃないですか、はい、なんかこうグッとくるんですよ、ね、そしてこれがちゃんとブレーキのダクトとしてこの内側まで全部つながっていると、はい、そしてあとは横回っていきましょう、はい、横もすごい造形、はい、ダクトだったりちょっと順番に見ていきますけれども、うん、で足元の方が、ホイールもいろいろ種類があって、はい、3デザインはい、各3色合計9パターンですかね。そうです、はい、でこれ一番うねってるタイプの、はい、そうですね、でバイカラーのこちらのホイール22インチですよね、はい、こちらが装着されてます。2854022ということで標準22ですからね、はい、そして、フロントダブルシフォンでツリーチャンバートリプルチャンバーのやつです、はい、これなんか見たことあると思ったらワーゲン系じゃないかなと、うん、まあ、なんかそうですね、見たことはあるなって感じしますよね。そんな感じしますよね、はい、一応アストンのステッカーを貼ってありますけれども、はい、形状だったりかなりワーゲンに近い気がします。だとこのアームの、はい、このザラザラの質感、はい、ワーゲン系でなんか見た気がするんですよね。そうですね、さっき話、ね、土屋さんと話しましたけど、もしかしたら同じ工場から出てるパーツじゃないかっていう、だおそらくいろんなメーカーのいろんないいところをこう組み合わせてるんだと思います、うん、はい、そしてブレーキの方はこの大型の対向キャリパーついてて、はい、なんとローターの方が420倍ということで、はい、この
スーパースポーツのまんまそのまま車高が上がってる感じですよね。そうですね、はい、こんな感じの足元になっております。そしてなんか 48V の電動のスタビライザーもついてるってことで、はい、これもおそらくワーゲン系とか、まあ、最近メルセデスなんかでも確か使わせたりしますけど、ーオーディとかもそうかな、はいはい、足回り多いかもしれないですね。姿勢制御にこう電動のスタビ使うタイプ、はい、その辺なんかもついてる、はい、そしてあと横の造形でいくと、もうここもしっかり全部抜けてるんですね。はい、でここが先ほど触れてたグロスブラックになってて、ミラーに関してはもう単体で見たらもう絶対 SUV のミラーってわからない、はい、このミラーということで全部この素地のパーツがない、はい、高級感が非常にある。そしてあと窓枠もこれ黒いのとかシルバーとかいろいろあるんですよ、はい、あります。で今回の車はこの黒いタイプ、はい、ただ下の窓枠がないんですよ。そうなんですよ、はい、これどうやってるのかなと思ったら、この中にゴムのそのそうですモールが入ってて、こう水切るようになってるという、うん、だから通常これ水中この中入ってってどっか抜けるってことですよね。だと思いますね。でも全然他に見ないシルエットと、はい、こうあれっていう意識してみるとすごい違和感もありますけど、でもやっぱいいですよね。やっぱないっていうのはこのスタイリング他にないんじゃないか、はい、そしてルーフレールもしっかり黒くなってて、はい、横のサイドの造形もだいぶこう絞られてる感じするんですよね。そうですね、結構この辺もえぐってたりとか、造形すごいですよね。で寸法的なものでいくと、全長の方が5039、全幅の方が1998、全高の方が1680ということで、はい、開演ターボより本当にわずか長いだけで、ほぼ車のサイズ感一緒、はい、ただ本当にキャビンがこう絞られてるんで、うん、キャビンだいぶちっちゃいですよね。そうですね、ただ DBX で注目したいのがホイールベースですよね。ホイールベースが多分同等の SUV の中でも、まあ、長い方ということで。そうなんですよね、ホイールベースがとにかく長いということで、はい、3m ですね。だからフロントは他の車だともっとこうキャビンに寄ってるというか、はい、確か 3m5 だったかな。あ、なるほど。なんでどっかの記事見ましたけど、ミニクーパーがホイールベース感に収まるっていう、結構長いみたいです。じゃあその辺もかなり走りに影響してるんじゃないかという部分で、はい、うん、そしてリアの方が325、3522インチ、こちらの同じく22インチ、はい、ホイールの幅の方が 10.5J、 こちらが。そしてブレーキは一回り試着、390倍のブレーキが装着されてございます、はい、そしてローターの方がセミフローティングタイプリアも装着されている。でこれキャリパーが一見対抗かと思いきや、はい、これ片押しなんですね。ですね、はい。よく見るとなんかキャリパーカバーっぽいというかあんま確かに見たことないですよね、こういうのって。こんな感じのブレーキになっております、はい、そしてリア周りに行くと、リアもこれすごいなと思ったんですよ、はい、これを SUV の造形にこう消化してくるというか、うん、すごい特徴的ですよね。そしてこれリアワイパーないの、なんでないか知ってますか？勉強しました。しました、はい、あの傾斜、もちろんウィンドウの傾斜もあるんですけど、あとルーフエンドのスポイラーの空力の効果で雨水を弾くらしいです。そうなんですよね、はい、あの空力で必要ないということで、はい、リアワイパー大体の車はこっちから出したりとか、うん、こっちから出したりしますけど、それが一切ないということで。ただあれですよね、あの街中走るぐらいの速度で果たしてそれがどうなのかっていうのありますけど、おそらく高速走行時ってことなんですね、はい、ただ必要なのは多分低速走行時なんで、 そうですね、はい、その辺の矛盾は否めないですけどただこの造形 いや、 やっぱりアストンすごいなって、はい、で他のクラスにもつながるこの、うん、つながったテールランプと、あとこの大型のリアバンパー、はい、この辺なんかもおしゃれに抜いてますね、六角形で、はい、で2本出し2本出しで、ここから下がさっき言ったその黒いパッケージになってるよね、はい、グロスブラックのパッケージですね。でバックランプなんかもこんなちっちゃい感じの、はい、LED もこれもうだから SUV 見えないよね。もう本当にバンテージをちょっとこうお尻分厚くしたような感じですよ ね。でこのサイズにしてるのになんか違和感がないというか、はい、こう自然にこう入ってくる感じの、こんな感じのエクスティリアになっております、はい、続いて内装を見てみたいと思います。このドアノブはアストンの他のモデルと共通のこのダースタイプの、はい、そして内装の方がまず先に説明させてもらってもいいですか？お願いします。これシートが3パターンあるということで、はい、アストンらしいクリエイト、はい、こう背中のラインがこう一番アストンらしいやつですね。あとはスポーツシートになってるアクセレレート、はい、あとは一番豪華な装飾を施してあるインスパイアコンフォート、はい、で今回の車はこのインスパイアコンフォートということで、はい、こちらのタイプのシートになっていると。でこれあのそれぞれモノトーン、デュオトーンって、はい、あの
バイカラーにするパッケージもあったり、はい、そしてあとは内装がもうとにかくもうほぼオーダーメイドぐらいいろいろできるということ で、 で、ね、はい、まずそのプライマリーカラー、ステアリング、はい、下回り、シートバック、あとはドアの上下なんかの色もうこれも個別に設定できて、はい、あとはセカンダリーカラーでそのシートの中央、あとドアの中央なんかの色も個別に設定できると、はい、あとはプロローグって言ってこのシートのパンチングの中の色も個別に設定できる。あ、はい、そうですね。あとルーフに関してもプライマリーカラー、セカンダリーカラーどっちかにするっていう、もうだからほぼオーダーメイドのイギリス車らしい内装が仕立てられる仕様になっていると、はい、でちなみにシートベルトもカーペットもトリムも全部選択可能ということで、はい、あの同じ車多分ないんじゃないですか。そうですね。なんでもう、まあ、DB11 とかもそうですよね。もうアストンはそれがやっぱり特徴的ですね。で今回は全体的にはほぼ黒でまとめられた感じ、はい、でこのパンチングの穴の中だったりステッチだったりは赤でやってある感じなんで、はい、非常に乗りやすいものもあるし、うん、おしゃれでシックになってるかなと、ね、はい、こんな感じのインテリアになっております、はい、続いて内装を見てみたいと思います。でその前にキーがこんな感じのキーになってて、はい、横にアストンロゴが入ってて、こうクリスタルですかね。はい、今回まあデザイン変わりましたよね。あの昔これ落としてこうかけちゃうっていうのあるあるでしたよね。はい、だから早めに高いあの保護してもらった方が、はい、純正アクセサリーで確かレザーのキーケースとかもあるんですよね。あります。はい、その辺を使っていただいた方がいいかな。で、はい、見た目よりだいぶ重い重厚感あります。はい、じゃあ続いて乗ってみます。割とこう開口部は広い、はい、そしてフロントガラス傾斜してるんで少しあれかなと思ったんですけど、全然普通に乗り込める感じがします。そうですね、はい、そして車内のレザーの匂いがすごいあんまりやっぱいいですねSUV で感じたことないアストンの匂いがしますね、はい、そして先ほど触れたステアリングはこんな感じで、はい、全部レザーで全部同色ですね、はい、ステッチもセンターマーキングもこれもうステアリングが最高すぎます、うん、もう、はい、アストンですよね本当に。でこの重たいパドルと、はい、であとこの中央に向かってる溝が入ってるこのメーターと、はい、でこれが 12.3 インチですかね、はいはい、こちらの液晶メーターがついております、はい、そしてスタートストップスイッチ、これもこれプラスチックかな、これは、これは、はい、そうですね、ここポチッと押してもらうとこんな感じでちょっとかけましょう全部フル液晶のタイプですね、はいはい、330キロまで振ってあってこっちがインフォメーションが出せるタイプの、はい、こんな感じのメーターになっております。はい、そしてダッシュなんかも全部レザーということで、はい、ヘッドアップディスプレイはついてないんですよね、はいはい、これなんとかしたいですねこれそうですね、はい、取り付けが多分日本のディーラーで多分つけたやつだと思うんですけど、うん、レザーが気になります、はい、そして今回の車はドライブレコーダーもついてると、はい、そしてあとはあのいろんなところにやっぱりメルセデス感を感じます。そうですね、はい、まあ、多少スイッチ系はこの辺だったり、はい、であとこの後見てもらいますけどエンジンもメルセデス製ということで、はい、もうメルセデスのいいところがだいぶ組み込まれているのかなと、はいはい、でナビの方が 10.25 インチ、はいはい、出ないあ出た、はい、あかっこいい、いいですね、はい、こんな感じになってると結構斜め上向きですよね。確かにだいぶ傾斜してる感じがします。はい、で表示に関しては割とあここはなんか違うんですね。確かになんかもっとメルセデス感あるかなと思いきや、はい、意外にジェントルな感じに全部作り直せた。あ、はい、だいぶ違うね、はい、なんかフォントとフォーメーションはなんか似てる感じしますけど、はい、ちゃんとこの辺もやってあると、はい、でクライメート関係に関してはシートヒーター、ベンチレーションもしっかりついてる。そうですね、はい、だいぶいいよこの辺のレザーとか、レザーのあれもそうですね、すごいですね造形が。だしね、手作り感が半端ないです、はい、だってこのスピーカーのグリルも、うん、ちゃんとレザーということで、はい、でこれドアのスピーカーグリルも全部レザーのパンチング、はい、でこの辺はだいぶ賑やかな感じですけども、この辺もかなり好印象です。はい、はい、こんな感じになっております。でここキーなのかな、うん、キーを多分ここに入れる感じですよね、はい、でブリッジ式なので下がまあ小物とか置けるようなスペースになってます。でこの辺もあんまメルセデスですけどちゃんとこの辺も全部レザーがあったりということで、はい、でパネル類は今回の車はこのピアノブラックのパネル、はい、でドリンクホルダーと、はい、でアームレスト深い、はい、はいはい、この感じで USB タイプ A が2系統と SD カード、こんな感じになっております。はい、これ前に出せるのかな、あ前には出せないのか、あ出せる、あだいぶいい感じです、はいはい、こんな感じになっております。ちなみに気づきました、はい、アストンにめったにないグローブボックスが。あそうなんだ、アストン DB11 とか確かに、はい、バンテージないんですけど DBX になるとグローブボックスがちゃんとついてます。便利に使えそうです、はい、そして全部下も
全部レザーということで、はい、このちょっとしたスペースも全部中設置入れのレザーになっております、はい、だいぶいいね。この下もレザーだし、はいはい、そしてペダル類はブレーキペダルがちょっと個性的な正方形みたいな感じですけど、はいはい、フットレストもめっちゃ大きいし、なんかどっちかにオフセットしてるってことはあんまりないかな。ブレーキがちょっと右側にオフセットしてますかね、はい、若干そうですね、はい、ただ乗りづらさはほとんどないんじゃないかなと思います、まあ、それだけ足元が広く取れてるってことですよね。確かに。で全部レザーだよね。この辺もレザー、はい、ここもレザー、そして天井の方はこの製造調の天井で、はい、今回のタイプは黒いタイプになっております、はい、すごいこれバニティの蓋もじゃん、はい、豪華っすよね。イギリス車やばいね。ここはさすがにプラスチックかなだと思います。金属じゃないですけど、はい、このバニティの蓋も裏側もちゃんと全部レザーということ で、ね、レザーというかスウェード調ということで、ちょっとただこの蓋とかもちょっと怖いですね。確かに。そしてこれ2枚になってるんですね。はい、ダブルパイスですね、はい、これめちゃいいね、はい、そして今回の車このサンルーフもついてるということで、はい、パノラマですね。でかっ、はい、これ開きはしない。開かないです、はい、はめ下ろしですね、はい、ただ後ろまでこのだからちょっと室内コンパクトな感じはしますけど、はい、開放感に関してはマックス取ってあるかなっていう感じはします、はい、そうです、はい、こんな感じの内装になっております、はい、続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、これいつも回すと思うんですけど、これ開けるのはいいんですよ。まあまあ閉めるのどこ持てばいいんだろうな、うん、そうなんですよね。まあ、あとここ閉めてもこの辺り、まあ、難しいですけどドアプロテクションはした方がいいかもしれないです。結構やっぱり傷、このタイプって傷つきやすいですよね。なるほど、まあ、その辺もご相談いただければ、はい、ということで開けます。じゃあ池田レビューでいきますか、はい、土屋さんポジションの後ろですね。めっちゃ普通、硬くない？あ、確かにシートは張りが確かにありますね。意外とただびっくりしたのがあんまりコンフォートなのを想像していたら意外に硬い、はい、そうですね。シートは張りがしっかりあります、ね、本当にスポーツカーのシートっていう感じですけども。そうですね。でもすごいヘッドクリアランスめっちゃあるのと、あとびっくりしたのが乗り降りがめちゃくちゃしやすくて、ああなるほど、なんか頭をこうかがめることもなかったですし、はい、まあ、必要以上にここが傾斜してないという。そうですね、ちゃんとここに関しては水平のまんま行ってる感じなんで、はい、すっごい乗り降りはしやすいです。そして意外に装備がいいということで、はい、ただシート確か前後しないですよね、はい、なのでそこがあれですけど、全然十分後ろも長時間でも座れる感じします。でこのスポーティー SUV なんでリアシートの機能を割と省いてあるのかなと思いきや、はい、なんとシートヒーター、ベンチレーション、はい、ついてます。エアコン全部ついてるということで、はい、まあ、ベンチレーションは、オプション、はい、シートヒーターが標準だと思います、はい、やっぱ少しこうシートの硬さありますけど大人4人、うん、5人はちょっときついと思うんですけど、はい、4人まあ快適に移動できるかな。そうですね。でとにかくこの B ピラーもそうだし、この取っ手もそうだし、全部このスエード調だったりレザーということで、うん、そうですね、そうですね。中の作り込みがめちゃいいです。はい、はい、あれかハンガーのなんかフックですかね。すごい。池田君も思わず撮影を忘れて感心してますけどでもそのぐらい本当に、うん、この作り込みの車この価格っていうのは結構魅力的じゃないかなっていうですね感じがします。このドアの内側がやっぱ結構もう全体的にレザーじゃないですか、はい、なんか久しぶりにこんな高級感あるめちゃくちゃおしゃれなのに、はい、こんな感じのリアシートになってます、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、これ後ろ開けるやつはイギリス車よ、あ、後ろからついてますね、はい、ついてます。こんな感じで、でトランクは正直やっぱりこの造形、うん、ここ特にラウンドしてるんで、はい、まあ、高さもないですし幅に関してもここまでいっぱいいっぱいまで出ちゃってるんで、はい、ゴルフバッグ斜めに1個っていう感じですかね。うーんと思います。トレイをずらせば、はい、取っちゃえば、まあ、2個入るかなっていう感じ、はい、奥行きもそんなにないですもんね。ないです、はい、はい、そして床が割と高いということ、はい、ただ一応なんか下もスペースはあるんですけど、ちょっと開けてみましょうか。じゃあちょっと待って、傘も確かついてくるんですよね。傘、はい、そうです、はい、標準これで、はい、よいしょ。ああなるほど、はい、じゃあ下は割と容量がある、まあ、そうですね、はい、感じですね。こんな感じで、でレールもついてるんで、まあ、便利に使えるのかなと感じはします、はい、そしてこっち側で後ろの席倒したりだとか、はい、あと反対側でエアサスなんで下げ下げができるんで、はい、まあ、床高い分その辺は使えるかなと、はい、であとは作り込みの良さじゃないですか。このトノカバーもレザーでステッチが入ってて、はい、でここだけじゃなくてこのゲートの内側まで全部レザーという、はい、これもっすよこれ本当になんかチューナーコンプリートカーみたいな。いやそうですよね、最近こういうのやっぱ減ってきちゃってるんで。いいね、
なんかプラスチッキーな感じがほぼない、はい、でまあ、こっちはカーペットと同じ素材で張り替えられてますし、はい、まあ、ところどころもうメルセデス感を感じるパーツはついてますけど、はい、この作り込みはやっぱりさすがだなっていう感じの内装になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、まあ、いろいろこう池田君と意見交換したいところはあるんですけども、はい、先にエンジンのスペックから、はい、エンジンの方が聞いたことがある M177 エンジンということで、はい、3982cc V8 ツインターボ550馬力、はい、700ニュートン、スペックの方が0-100 4.5秒、マックス291キロということで、とんでも SUV になっております、はい、でそれに組み合わせるミッションの方が急速オートマ、これ軽量鋳造のマグネシウムギアボックスということで、まあ、その辺なんかもすごいこだわったものが、はい、で最近販売している、707というのかな、あ、はいはい、はい、そうです、はい、あっちの方だと、DCT になったりとか少し違いもあったりするということで、はい、まあ、馬力も全然違うんで、はい、まあ、全く別の車っていうふうに見ていただいた方がいいのかなと、はい、で突っ込みどころとしてはこれ M177 なんで、まあ、いわゆるメルセデスの63エンジンなんですけども、はい、これハンドビルドイングレートブリテンということはこれ組み直してるんですかね、うん、どこまでがちょっと組み直してるかちょっと下調べできないんですけど、もしくは点検してただあれですよね、タービン の、 そのブースターズとかは変えてるっていうのは見てるんですけど、まあ、独自チューンがしてあるということで、うん、はい、ただやっぱりこの 横のこのプラスチックのパーツで AMG ってそのまま入ってたりとか、はい、だからそんなにこうめちゃくちゃ全然違うものに作り変えてるっていうことはよりかは、うん、もうなんかニュアンスを変えたりとか、そうですね、まあ、微調整な感じで変えてる感じだと思います、積んでる感じじゃないかな、はい、ただまあ信頼性だったりも、うん、もう抜群ですし、はい、まあ、乗りやすさにつながる部分なのかな、そうですね、 M177 と G63 と基本エンジンが多分同じだと思うので、はい、まあ、63シリーズに数々、はいはい、積まれてるエンジンですので、だとエンジンルームがとにかくすごい、うん、このアルミのダイキャストのこのアッパーというかこの、はい、この辺取り付け部ともうアストンらしいですよね、これすごいね、はい、もうインゴットのこのアルミのキャストのこの削り出した、はい、このパーツと、それが前までですもんね、はい、そうです、結構前回りってこうプラスチックコアサポートのところになってるやつとか、はい、ペラペラのこのシールになってる車なんかも少なくないですけど、はい、その辺なんかも全部アルミの、これ剛性感がフロントだいぶ違うんじゃないかなっていう、うん、補強もすごいですよね、はい、でこの辺もワイルドな溶接で全部タワーバーでつながってるという、はい、これはこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて透過類見てみたいと思います、お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います、お願いします。はい、行きましょう。はい、かけます。左右はちょっと不思議な感覚だね、なんかキャビンこんだけ絞られてるから中狭いかと思いきや前後があるからか、うん、そうですね、そんなに確かにコンパクトですねってさっき説明したんだけどちょっと前言撤回かもしれないです。でこのドアの締まりがめっちゃいいの、もうあのわずかに聞こえるダンパーの音アストンじゃないですか、うん、すごいめっちゃ重厚感ある。そして横言えばもうちょっとシート下がってほしかったかなっていう、あ一番下で結構こう肩がこうドアより出るぐらいなんで、そうですね、運転はしやすそうです。そしてこのパドルが他のアストンと違ってドライブ入れられないということで、そうです、両引きしてもニュートラルにもならないし、はいはい、あくまでちょっと待って、あこっちか確かにバンテージだとこの辺にあるんですよね、いろんな分かんなくなる、ちょっと待って、はい、行きましょう、
構ねこれね、わかんない、不思議な感じするな。ボンネットこうなってるからね。ああ確かにそうですね、うん、あでもものすごい車はスムーズで硬い感じがあります。いきましょう。でレバー類は思いっきりこう、はい、メルセデスだけど音がイギリス車のポクポク音が不思議な感じがします。いいよこのレザーちなみにこのデカパンチング、このシートに使われてる、はい、これなんか靴とかにも使われる装飾の仕方だっていう。やっぱりこれだけ穴が大きいと中の色が割と目立つ、うん、いやこれ一人じゃ決めらんないよね、中の仕様決めらんないですよね。あのコンフィギとかも面白くてずっと見ちゃいますよ ね、うん、一番遊べるコンフィギュレーターとそうそうイギリスじゃほんとね、内装もそうだし外装もそうなんですよ。ベントレーのだからコンフィギとかもめちゃめちゃ遊べるよね。あーですね、こう緑だけで何種類あるんですかみたいな。うん、やっぱりこうそういう個性的なの必要かなっていう。そうですね、うん、これは結構個性強めですよねやっぱ。よいしょ。うわあ、車硬い。いろいろこうメルセデス的なものを見てた後に、はい、これ乗るとすごい不思議な感じがする。 あれ全然違うと思って。なんかでもよく言えばやっぱまだベンツらしさ もちろんあると思うんですけど、ただアストンらしさの方が強いですよね。そうね、うん、すごいうまい具合に味付けされてる感じがする。あの軽い出足もそうだし、ブレーキのタッチもそうだし、あと車の剛性感すごいねこれ。そうですね、これだから SUV になっちゃうとさ、割とこうふわふわなした感じが出ちゃったりとか、はい、うん、する車もなくないけど、うん、これすごいこうアストンそのまま車高高くなりましたみたいな。そうですね、ちょっとこの音 M17 の知ってるやっぱ音じゃないですか。そうだね、ドロドロ感ないよね、はい、ブレーキめっちゃ効く。全然違うね、全く違うんですね。メルセデスじゃない、まあ、どっかに感じるけど、はい、確かにアストン感の方が全然強いね俺。で乗り心地はめちゃいい、はい、まあ、今モードがこれ GT なのかな。そうです、はい、はい、一番コンフォートなモードですね。あ、ダメだ、めちゃ乗り心地いい。なんかやっぱさっきのボディの張ってる感というか硬い感じは乗り心地は決して硬くないですよね。 そうね、足回りはすごいうまくいなしてくれてる感じが、突き上げもあんまりない。だからあの電動のスタビがすごい効いてんのかなっていう感じがします。あ、確かに車ほとんどロールしないし、ステアリングはしっとり重い。あ、なるほど。で切り込んでった時にもう一段階こう重さっていうかその手応えがある感じ、はいはい、だすごいこうフロントタイヤがどっち向いてんのかなっていうか、その、うん、どのぐらいこう路面に対して力がかかってんのかなっていうのがめっちゃわかる、このステアリング。いいっすね。あれかな、アッパーの剛性めちゃ高いのもあるのかな。いや、あるじゃないですか、フロントのあの足回りの作りは多分相当車に効きますよね。これはね楽しいぞ、動きいいっすね、これすごいな車の動きがいいですよね、めっちゃいい。でめっちゃ乗りやすいなんだろうな、実際はねそんなフロントリフトとかしてないんだけど、うん、なんかちゃんとその車の動きが分かりやすい。あ、なんかブレーキ踏んだらすごいこう前に荷重かかってる感じするし、加速してる時はこう後ろに荷重が移ってる感じが分かる。あ、さっきのあれですよね、話だとフロントの接地感とかもしっかりってことあることですね。めっちゃある、本当になんかタイヤどっち向いてるか分かるっていうか、全然 SUV 乗ってる感じがしないもんだって。タイヤが大きいアストンのおかげで乗ってるみたいなでもそれがやっぱ狙い、まあメーカーとしても狙いなんでしょうね、おそらく。やっぱりこれいいね、すごいいい車ですね。
なんか市民権を得てほしくない、うん、確かに意外とまだこう DBX ってこうそんなに多くないですもんね、うん、なんだろうね、うん、未知のものだからやっぱりディーラーの数だったり、ね、周りに乗ってる人が少なかったりとかっていうのがあるのかな。いやーだと思いますね、まあ、あとはもうやっぱ昔からのイメージがまだ根強く残っちゃってる方も多いと思うんですけど、車は実際こう見て触れてみるとすごいいい車ですよね。いや価格帯的にゲレンデと、まあ、バッティングする、うん、まあ、全然方向が違うんですけど、はい、これだからこっちいいんじゃないかなって。うん、まあ、あとはリセールとかもあるのかな。まあそうですね、ただ今現状、今現時点ではですけど、やっぱりまだもちろん年間生産台数がすごいこう多い車じゃないじゃないですか。だから流通してる台数も少ないですし、新車もオーダーして多分待つと思うので、って考えると今決してこうバカみたいにリセールが悪いっていう印象はないですけどね。まあ今逆に儲かっちゃうっていう異常事態ですからね。そうです、一部車種は。これちょっと欲しい。どっかこんな、だって中レザー満載の車ないよ。そうですね、最近あれですね、土屋さんは乗ると欲しいしか言わないっていうのを。これいいよ、確かに質感は最高です。この特別感と質感と、この先に学校があります。早っ、早い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 、めっちゃ早い。ちゃんと早かったです。音綺麗ですね。そう、めっちゃ揃ってる。なんか、うん、やっぱこの辺アストンですね。ドロドロ言ってなんか無理やり回してる感全然ないね。確かに、なんか M17 といえばなんか全然違うエンジンみたいですね。だって F1 のメディカルカーですよ。確かにそうですね、去年からか。はい、はい、いやこれだってサーキットもこなせるよ、これだけやったら。ブレーキめっちゃ効くし、いいですね。でも全然あの使いづらい感じはしない。ああ、フロアが結構低いから重心も全体的に低いんですかね。ああどうなんだろうね。あ、ベンチレーションチェック。そうです、ベンチレーションはオプションですね。なるほど、音はデカめですね、はい、でもタッチの感度そんな悪くないですね。確かに、いや物理機だいぶ残ってるのは好印象です。はい、モード変更こっちですね。モード切り替えってどれ？こちらです。こちら、で下で、はい、じゃあスポーツ、スポーツお願いします。あ、スポーツプラス、あ、スポーツプラス VDC が、これはね、あの SV じゃないね。車高高い、なんだろうね、バンテージ。音変わりましたね。そうだね、そして硬い。確かに結構路面のこの凹凸系に来ますね。路面の状況がより分かりやすくなって、そうですね、だいぶ変わりました、ね、ベンチレーション1なのにめっちゃ効くんだけど。それいいことですよ、お尻がめっちゃ涼しい。スポーツプラスはバルブが開くですね。スポーツだと閉じちゃうのかな。インディビジュアル、スポーツ、スポーツでもバルブ開くんですね。確かにこれ両引きニュートラル欲しいな。なんかアストン慣れてる方だとそこが確かにね、はい、本当にギアの操作のみっていう。そうだね、パーキングから一足入れたい時もダメなんですよ。確かに、これが多分ミッションの違いですよね。 DB11 とバンテージなら ZF のミッションだとできるけど、うん、だいぶいいな。ステアリングヒーターもついてる、ステアリング調整のところありますね。あ、こうか、回すんだ。充実してますね。だから確かに、このシフトのショック、あの ZF のミッションと全然違いますね。全然違うね、滑らか。バンテージと DB11 とかの方が全然もっとショックが、ね、確かにありますね。でダイレクト感も結構ある。はい、ステアリングヒーターめっちゃあったかい。めっちゃあったかい。これからの時期にはここだけだね。でもあったかくない。ああなるほど、ここは10時10分はあんまり、うん、
これはちょっといいぞこれはだいぶいいぞ、これは楽しい、いいですね。え、これあれかな、こんなにスポーツしてる SUV あんまない、意外とないかもしれないですね。ないね。四駆も後ろの方がトルク配分確か強いですよね。うん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 、カイエンターボとかまあすごいスポーティーな SUV だけど、うん、またちょっと質感違うね、なんか。そうですね。これちょっとぶっ飛ばしたいな。いやでも僕もっとマイルドかと思ってましたけどね。うん、もうちょっとなんかコンフォートなラグジュアリーな感じなのかなと思って。ああ確かにね。イメージですけど。うんうん、意外とめっちゃスポーティー。軽快に走りますね。いや同価格帯でもっと 豪華でっていうか、コンフォートに振った車いっぱいあると思うけど、うん、これだけスポーティーに振ってる SUV ってあんまりライブ入れない感じがする。確かにいいですね、それでこの質感だったら。確かに。ただあとね、レザーはねやっぱり気使う、まあ、そうですね、硬いもん入れた時こう傷になっちゃったりとか、はい、そう、ズボンもこういうズボンだったらいいけど、そのジーンズでこうリベット打ってたりするとそれ引っかかっちゃったりとか。アストンたまーにこう入庫車で見るんですけど、シートのステッチのところがこうほつれちゃってとか、うん、たまになんか引っ掛けちゃってとか、まあ、ある程度はリペアできると思うんですけど、はい、やっぱりその辺気使うっていうのは敬遠される人も中にはいるのかなっていう感じが。そうですね。いやーだいぶ良かった。めちゃくちゃ乗りやすそうですよ。めちゃくちゃ乗りやすい。 SUV じゃない、本当にただ車高が高い車高が高いスポーツカー。後方の視界は全然問題ないですか？そうね、ミラーはただ、あ、そうね、全然大丈夫だよ。うん、DB ルームバンテージ結構後ろのフェンダーが入り出してるじゃないですか、うんうんうん、ブラインドも。いやだからちゃんとなんかそのおしゃれさとさ、あれが両立されてるよね。だって B ピラーガラスだよ、表面だから、その側面のさ一体感がさ、確かにそうめちゃあるんだよね。なんかそういうところを気使ってあるのってすごいこう完成度が高く感じる。そうですね。それってあれモールないですもんね、ウィンドウ。そう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 。で意外にホームページとか見るとなんかオフロード爆走してる写真かなんか確か使ってたりとか。へえ。まあ多分なんていうの、ロックとかそこまでいかないにしても、はい、小回りが怪しい。911のサファリぐらいの走りは期待していいんじゃないかな。砂漠爆走みたいな。そういうことですね。これなんかホイールベースが長いから小回りがちょっと厳しいかもしれないですね。めっちゃ滑らかですね、でもね。うん、なんかねギクシャクしてる感じとかね、取り繕ってる感じ全然ない。ないですね。すごいこう全てのパーツがちゃんとこう動いてる感じ。乗りやす。これね、だからさっき少し動かさせてもらっただけだけど、多分これ全然メーター330キロ振ったって290キロ出るけど多分大丈夫だろうなっていうのが想像できた。って言ってもあのマックス220ぐらいまでしか、あの、はいはいはい、出したことないですけど。これいいよ、この質感と。結構でもまじまじと見ると結構インパネもえげつない造形ですよね。そうね、この造形だからね。デザイン性がすごいですね。これ何って感じだよね、もう。そう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 。ダッシュもこう折り重なるようになってますもんね。なんかすごいミラーが意外に見やすいっていう。確かにそうですね、ミラーも大きいですね。エアコンの吹き出しとかはこのちっちゃいのだし。そうですね。だから全部が全部こう実用的かって言うと多分そうじゃないと思うね。あ、乗りやすい。この先に学校があります。シートもそんなにタイトじゃない。まあ、もちろんナンバーサポートで締め上げたりもできますけど、めちゃくちゃこうタイトかっていうと、アストンもでもシート調整スイッチがこっちについてるイメージなんですね、ずっと。ああ確かにこっちについてるイメージがあったっすね。はい、DBX はシートなんですね。 16A かな、 14A かな。16かだと思います。はい、
ヤルで、あ、それか、こう映し出します。はい、ああすごい、ああでも解像度も悪くないですね。めちゃ高い。はい。なかなかです。ちょっとほんとぶっ飛ばしてみたいな。なんだったらちょっとサーキット行ってみたい。次の707がどうかですね。あとそうだね、はい、なんかパワーはあるみたいですけど、はい、だから僕ちょっと見た感じで車重確か3トンオーバーだったんですよね。で補強を入れまくってるのかな。何でそんな重くなったんだろうと思っちゃうんですけど。この先に学校があります。いや、 やっぱりすげえなイギリス車、うん、こういうのはご愛嬌ですね、はい、アルミとプラスチックが擦れる音。でももう100年以上、はい、1913年だっけ、それぐらいですよね。で紆余曲折を経て、はい、F1 にも参戦して、 F1 に出たりレースに出たりフォードの傘下になったり、ちょっと経営が危なかったり。でもなんか全部さ、こう一貫してこう車ずっと使われてるのすごくない？すごいですね、確かに。ブレてないもんね。ブレてないですね。なんかその途中でその吸収合併したラゴンダっていうその車や、はい、メーカーになんかそのベントレーの創業者もいたんだよね。ウォルター・ウォーフェン・ベントレーかな、はい、うん、だから一瞬だからベントレーと一緒になった時もあったっていう。ああ、これでも土屋さんのシャツで本当ステアリングにちゃんと伝わってくる感じがすごい、ね、切り応えがあるというか、そうですね、路面の状態が分かる。最初の本当にちょっとの角度を打角だけ遊びというか滑らかなんですけど、そこからの手応えは確かに切り込んでいくとグググググっていう、こうブレーキ安心感すごいなね、はい、かといってかっくんじゃないからさ、はい、車外デカブレーキみたいなあんな感じじゃないから、うん、踏みやすい。アストンでも DB11 とか結構最後クッてなっちゃいますよね。ああ、最後の掴むところ、そうですね、はい、いや質感高えな、全部レザー、これすごいですね、確かに全部レザーって結構すごいですね。プラスチックとかないもんね。ドアポケの中もだって全部レザーで、はい、なんかもっと市民権を得てほしいですね、うん、いやなんかすごいですよ、この表面の感じが違う、左右違う感じとかもやっぱいいですね。手作りです、はい、まあ、この低回転からのしっかりモリモリこう来る感じですね。スムーズ、1000回転ちょっとぐらいでもうちゃんとトルクとパワー出てる。そうそう、だからこんだけスポーティーなのに低速で全然ギクシャクした感じがないんだよ。ないですね。そう、本当に街になんかブーって流すのも全然できちゃう。そうですね、ちょっと踏んでみます。はい、あ、音綺麗だな。でもこれも怖さはないですね。そうだね、うん、やっぱ安心して乗れる感じで、ちゃんと四輪設置してる感じが、はい、後ろにしっかりこうトルク伝わってる感がすごいですね。でもなんか なんだろう、踏めば速いと思うんですけど、うん、すごいコンフォートで乗りたくなっちゃう感じです、うんうんうん、いや、スポーツプラスにしてみて。スポーツプラスですか、うん、スポーツカーじゃない。普通にめっちゃこうスポーティーですね。車高が高いスポーツカーだよね。なんかすげえ軽く感じますね。でもそう、車すっごい軽いのよ、なんか軽やか。すげえ重たいもの、まさか2トンオーバーの車を動かしてるって感じないの。ないですね。でなんかエアサスなのにこうふわふわした感じないし。ないです、ないです。ちゃんと路面すごい捉えてる感じがする。綺麗にこう荷重をなんか使ってくれてる感じですよね、うん。そうだからリフトしすぎないし、そうですね、そうブレーキ踏んでもノーズダイブしすぎないし、その車の制御はすごい気がする。制御すごいですね、これ。めっちゃ滑らか。これおしゃれだよ、いいよ。
なんかもっともっとこれ人気出てもいい気がしますね。そうだね。ただ選ぶのが難しそうです。ああこれだけ仕様が選べちゃうと。そうだね、はい、なんか中古車市場でいいのが出てきたら、はい、うん、内外装の組み合わせもそうですし、あとはだからもう新車で頼んで、そうですね、めちゃめちゃ待つか。はい、もう今707も多分受注受け付けてますもんね。いやもうだってレザーの色とかもうキリがないのここ何色にしますとか。いやですね。でそんな中今回のはその冒険しすぎてないというか、うん、王道のかっこよさ、はい、まあ、キャリパーも赤ですし、そう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 、合わせてる感じがいいですね。だシートベルトも黒だし、はい、これシートベルトの色とかも全部選べるじゃない、はい、カーペットの色とかも。これっていうか今思ったんですけど、このドアノブとか、うん、この辺のトリムも多分もうちょっと明るい、あ、そうそうそう、トリムも全部確か選べるって、ね、こっちかな、こっちかな、分かんないけど全部選べるということで、うん、はい、フロントすごい。この先に学校があります。コンフォートでいいな。言うことないね。言うことないです。すげえ快適。全然22インチでも、今これ GT、 これ GT なんですよ、はい、だったらもう全然 GT とあのスポーツプラスでだいぶ本当変わりますね、うんうん、車のキャラクターがねガラッと変わる、全然変わります。でもこれ1台、これ1台で全部もう済んじゃいますね。あと荷物じゃない。ああ、そうですね、ラゲッジだけ、うん、背高いものが積めなかったりだとか、はい、やっぱりこれだけ気使うから、某ベントレーオーナーの方が言ってたけど、やっぱりレザーだと、うん、お子さん乗せた時とか、そう、小さい子なんかだとレザー気にせずこう靴でっかく踏んだりとかこれドア内割りまでレザーですからね。そう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 、そういうのありますね、確かに。であとチャイルドシート乗せたらそこが後になっちゃったとかあるから、そういう使い勝手で言うとやっぱりこうある程度、うん、気が使える人かもしくは気にしない人か、うん、確かにそうですね、そこはあるかもしれない。いや、 やっぱり車好きだったらぜひここは一回見てほしい。そうですね、うん、確かにめちゃくちゃ個性的だし、うん、この特別感、うん、かと思いきや乗ってみると意外にこう乗りやすかったり。いや本当ですね、いやびっくり本当に。あの最初そのやっぱ 前のこのボンネットが絞られてるのあって、うんうん、掴みにくいのあるかなと思ったんですけど、視界はめちゃくちゃいいですよね。そうだね、このところはこの傾斜してるのにね、はい、ダッシュの長さも全く気にならないですし、ただ後方視界がリアのウィンドウもあんなにちっちゃいんですね、傾斜してるから。でもクォーターっていうかそのブラインドまでは全然見えるよね。そうですね、そうですね、リアのあそこの三角形も割と大きく取られてるし、はい、確かにリアウィンドウはちっちゃい、はい、その雨の関係の傾斜なんでしょうね、うん、雨の日乗ればよかったな本当に。そうだね、そうだね全部だってガラスはね、ここもそうだし。すごいですよね、これでも本当に意識してみるとすごい洗練されたデザインですよね。あとモールがさないからさ、このドアもギリギリまで見えるのよ、はい、下がそこがすごいスッキリしてて、うん、最大限こう開放感を取ってる感じだね、はい、横の窓も。そうなんです。いやめっちゃいい、いいね、めっちゃいいっす。DBX こんな良かったんですね。あと細かい振動も本当に GT だとないのよ、ないっていうか、うん、ほぼ感じないというか、だからフロアとかもさなんかこう分かる、あんまり硬い足の車とか低扁平のタイヤだとこうペダルに伝わってきたりとか、はいはい、フロアがこうブルブルする感じ、はい、ないのよ。ないですね。いやめっちゃいいな、これでちょっと長距離行きたいぐらい。そうだね、はい、すごいちゃんと運転も楽しみながら、うん、行けそう。だみんな食わず嫌いというかなんか未知のものだから、うん、突入してない感がある気がします。でももうやっぱ DBX とか、まあ、DB11 とかもそうですけどもう全然普通に乗れますよね、うんうん、またそのディーラーの少なさだったりとか、はい、うん、そういうのはまああるのかなって、うん、アンビエントもこれは正直メルセデスです64色、はいはい、レーギーライトってあるんですね。
礼儀ライト礼儀ライト礼儀ライトちょっとあれだね無理やり日本語感が翻訳こんにゃく感が若干ありますちょっと、はい、これ要はウェルカムライトってことですか。そうじゃないかな多分礼儀ライトですこれちょっと翻訳の時になんとかなんのかな今ちょっと二度見しちゃいました僕。ウェルカムライトのいいよねそのままで余計なちょっと一部そのそうねあとはでも大丈夫そうですね。それか何か意味があって礼儀ライトなんですかね。分かんない謎ですいや勉強になったありがとうございます。はいありがとうございます。で最後になりますけれども、はい、買い取りも絶賛強化中ということで、はい、まだ新車の流通がやっぱりいろんなメーカー滞っているということで、そうですね、はい、この辺りも同じだと思います。ぜひ売却を検討されている方は、はい、まず一度お見積もり無料ですもんね、はいはい、査定無料ですんでお気軽にご相談ください。というわけで今回はアストンマーティン DBX をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。